ガリレオ・ガリレーは異端の有罪判決を受けた異端。何が正当で何が異端かについての論争は異端論争と呼ばれている。例えば、キリスト教で言えば、アタナシウスの教えを正当としアリウスの教えを異端とした二系野会には歴史的かつ典型的な異端論争である。儒教でも異端に対する徹底的な排撃が起きた。キリスト教やイスラム教などでも、 大きな事件が起きたこともあった。イギリスのワーバートンが述べた、政党は私の意見であり、異端は他人の意見だという表現にも端的に現れているように、異端論争には主観主義的な要素が含まれる傾向がある。政党、異端の区別は思想やイデオロギーなどにおいても重大な関心事となる。例えば、マルキシズムや、 天皇制思想のように絶対主義的な主張内容を含むイデオロギーなどでそうなる。政治面では、スターリン主義が他の共産主義諸派を異端として排撃し粛清した事件がある。経済面では、資本主義社会では、資本主義的自由経済主義が正当視され、強調されすぎており、経済に関する他の主義は異端視され排撃されている。同じく、北朝鮮では、 政府は、朝鮮民主主義人民共和国を称しながら、支配者たる、混同朝の思想である、主体思想のみが、正当視され擁護され、国語に含まれる、民主主義が異端視され排撃されている。なぜ絶対主義で、それが重大な関心事となるかというと、競技を正しく理解し、その唯一絶対性を守る、ことに熱心であると、それは同時に、その絶対性をマイナウ存在に対しては、 厳しい警戒の念を抱くことになるからである。常実のように、政党、異端の用法は、宗教的領域から始まって、政治、文化、経済などの領域にまで、広く用いられている。また同様の概念は、広く学問等々の領域でも存在している。異端という語は、歴史的背景から現代でも、基本的には何かしらの反感や、嫌悪感を込めて使用されているが、 芸術など創造性、独創性が高く評価される分野においては、称賛の源氏として用いられることもある。常実のように絶対主義などでは異端を極端かつ、無条件に排撃してしまうが、異端を常に生んでいく思想というのは、創造的な思想だとも言えるとも指摘されている。既成宗教の問題点を指摘し、人々のために、その変革を試みる人物は多くの場合、 規制宗教から最初は異端とみなされることになる。ブッダは当時のインドの既存宗教勢力から異端視された。イエス・キリストはローマ支配下のユダヤの立法主義者から異端視された。ヨーロッパ中世で一旦腐敗したキリスト教会の問題点を指摘したプロテスタントの人々も当初は異端し、迫害され、米国などへ逃れる必要も生まれた。たとえ、 一旦とみなされ排斥されても、それでも、より良い宗教を求める人々によって、既成宗教の問題点が改善されてきたという、歴史的事実がある。看護としての、一旦は、従者が、儒教以外の思想、つまり老、小、洋、墨などを指して用いた。一端という語の用い方として、宗教学時点では、一端を、同一の宗教やイデオロギーを、 共通基盤として成立するものの間における対立的立場で政党に対する異端であって異教とは異なるとの説明が掲載されてはいる。ただし実際の用法としては異なった宗教を指すためにも用いられている。政党ユダヤ教とされた立法主義者たちとその体制から見て神の国を説くイエスキレスとは異端とみなされ処刑されることになった。 神の国の理念や実践、アガペーや臨時外といった一連の理念や実践が異端とされたわけである。キリスト教においては異端は様々な用法があるが、例えば東派神、教会の統一を破るもの不信仰、キリスト教だと称するが、伝統的なキリスト教の教えを踏み外している教義、学説などを呼ぶための言葉として用いられてきた。キリスト教においては異端は キリスト教でないものに対して使われる場合と、キリスト教の中にある異端的な説に対して使われる場合がある。異端はすでに初代教会に存在したとされる。パウロ書簡にはたびたび文章への警告がなされている。パウロ書簡である、コロ最初及び、テトスへの手紙一などには、非正当的教義を信奉する者への警告がなされている。伝承では、テトスへの手紙一に登場する。 ニコラオは、首都原稿録にある執事ニコラオと同一視され、彼が一派を起こして独立し、異端となったものだとする。異端反駁は、異教反駁と並び、初期の教会著述者の大きな主題の一つであった。当時の異端派についての研究は、そのような著述家による引用に多く追っている。 キリスト教教義とその文書は異端とされた、そのような説への反駁によって形成され洗練されていったという側面も持っている。対立点は、救いの条件、洗礼の方式、キリスト理解、ユダヤ教徒の関係、個人の罪と許し、精霊についての理解、教会論など多岐にわたった。教会組織において、統制のためいくつかの説またその信奉者が異端とされ、 異端とされた説を教会で教えることや、異端の者が教会の公的な礼拝に預かることが禁止された。異端者とその取り扱いについての規定は、最古の教会法文献である、ディダケにすでに記載されている。教会組織が成熟していくにつれ、異端の判断は、教会行為聖職者が組織的決定として行うようになっていく。 はじめキリスト教が非公認の宗教であった時代には、教義間の問題は、教会内の問題であり、それほど大きな社会的問題にはならなかった。しかし、キリスト教が国教会として公認され、信者が公に活動を始めると、異なる教説を報じる者の間の対立は大きく、教会人事に影響を及ぼすにとどまらず、教会外で騒乱を起こすまでになった。 最初の公会議である第一二カヤ公会議が皇帝の主催で開催されたのはアリウス派とアタナシウス派を中心としたこのような状況を打開するためであった。結果的にアリウス派がアナテマを宣告され教会から追放されたが事態が収集されるまでには数十年を要した。その後も教会会議や公会議による異端説の追放が行われた。 そのほとんどは現存していない。しかし一定の範囲で支持を得ている説が異端とされた時にはむしろ教会の分裂と呼ぶのがふさわしい状況ができた。東方諸教会、正教会、カトリック教会、さらにはプロテスタントの区別はこうした大きな集団の対立と相互を異端として退りける中から生じてきたのである。異端を理由とした死刑は 正方協会で行われるようになり、アルビ派及びワルド派が出る中世世紀には、異端裁判所を設けた組織的な異端的発が行われるようになった。当時異端審問に深く関わったドミニコ会はこのため、カニス・ドミニの二つ目を追うほどになった。近世のスペインでは、レコンキスタ運動と融合し、異端審問が激しく行われた。異端審問はまた、 カトリックと対峙したプロテスタント地域でも激しく行われた。カトリック教会は、プロテスタントを含め異端とみなした多くの者のを処刑しているが、プロテスタント県においても、ジュネーブ市当局は3位一体を否定したミカエル、セルベトゥスを処刑した。一方、東方教会では、一般に異端者は教会から追放され結果として、社会的制裁を受けるにとどまり、 正方のような組織的な異端的発がなされることはなかった。上述のようなことがあったが、最近のキリスト教ではエキメニズムの重要さが広く認知されている。キリスト教内での運動とともに人類の幸福という共通目標のため、多宗教と対話、連携を行う重要さも認識されるようになっており、そうした活動もエクメニズムと呼ばれている。近年では実際に 多宗教の指導者と盛んに対話が行われており、キリスト教も含めて様々な宗教の指導者が一堂に集って人類のため、あるいは何らかの災害にあった人々のために宗教の種類を乗り越え共同で祈りを捧げたり、共同の見解を報道に対して発表するといった活動が盛んに行われている。異端を定義する基準は多くの教派で共有できる二回や信条。 二階やコンスタンティノポリス神条、カルケドン神条、使徒信条など基本信条からの逸脱である。三大異端、エホバの承認、モルモン教、世界平和統一家庭連合の三教団は、キリスト教主流派が重要視する三位一体などの教義を否認していることから、カトリック・プロテスタント、正教会などから異端とされており、日本ではキリスト教における三大異端とされている。 カトリック教会の異端規定古代から中世中期までは公会議において中世後半以降は異端審問などで異端宣告がしばしばなされた。現在のカトリック教会においては異端を教会法の中で次のように定義している。正教会による異端規定プロテスタント諸派の異端規定主と信条は異教とキリスト教を切り分けるものに過ぎない。 プロテスタント教会にとっては、聖書のみに基づく信仰からの逸脱も、プロテスタント信仰からの逸脱であり、異端的な誤りであるとみなされる。福音主義同盟は1846年に確認された福音主義の旧過剰で、ローマカトリック、ユニテリアン、自由主義神学の立場を退りけており、これは日本で最初のプロテスタント教会に採用されたが、 状況派で活動するための基準に過ぎず、教会形成に必要な信仰基準としては不十分とされる。プロテスタントの教会の印に回帰があり、異端、誤りは回帰にされ追放されなければならないとされる。改革派教会とローマカトリックの異端判断の相違は、ローマカトリックがローマ教皇から離れる分離を異端の本質とみなしており、 またエキュメニズムも分離を非難するのに対し、改革派は、教会の印を主張し、聖書を基準として、異端の摘発がなされねばならないとする。福音派は、シンクレティズム、宗教多元主義、新普遍救済主義を異端として退りけている。リベラル派においては、何かを異端とみなすこと自身が不寛容であり、キリスト教に異端はいないとする思想もある。リベラル派では、 プロテスタントとしての自覚が希薄となり、聖書を神の言葉と信じる信仰も重視せず、聖書のみに基づく信仰からの逸脱も、単にプロテスタンティズムに反するに過ぎないとみなされる場合がある。キリスト教主流派において、異端とみなされた、教団、団体の例カトリック、プロテスタント、正教会の各団体等の見解において、異端として挙げているのは次の教団、団体である。 異端とカルト本来は、カルトの定義にふさわしいものが異端と同義であるかのように捉えられることもある。一部のカルトと言われる宗教が異端であると同時に、破壊的カルトでもあると認識されていることにより、両概念の定義に混同が発生しているものである。イスラームの場合、正当、異端の語は、教義について用いられるというよりも、実践的な行為を指して用いられている。 すなわち、オーサス・ドクサといった表現ではなくて、オーサス・プラクシスといった、構成の表現が用いられている。9から10世紀における、ハディースの収集と4法学派の成立によって、スンナの内容が確立すると、そうしたスンナと対立する新規な行為は、ビドアとして排斥されるようになった。だが、後には、それは、ハッサンナと、 サイヤに分けられ、前者は共同体の承認を得て受け入れられていった。インドには伝統的に育まれた哲学、思想、宗教の体系があり、それはダルシャナなどの名称で呼ばれているが、正統バラモンは、そうしたダルシャナをベーダ聖典の権威を認めるか否かを基準として、区分し、認める思想をサンスクリット、つまり、正統派と呼び、ベーダに権威を認めない思想を、 ナスティカナスティカつまり、イタン派と呼んだ。正統バラモンたちからアースティカの代表格と、みなされたのは六波哲学で、その中でもベーダ聖天解釈と密接な関係があるミーマンサーとベーダーアンタを、正統の中の正統とする傾向がある。それに対し、ナースティカとみなされたのは、チャールバーカ、仏教徒、ジャイナ教徒だった。古典期においてはバラモンたちは彼らを、 ナースティカとして異端子する傾向が強かった。だが、その後には異なった考え方を可能な限り、取り込んでしまおうとする包括主義が見られるようになり、それはヒンドゥー教へと継承され、一大特徴となっていった。仏教においては、内道と下道という言葉、概念が用いられている。内道がブッダの教えであり、下道がブッダの教えから外れたものである。 下道はしばしば具体的に特定されつつ、六種下道と呼ばれている。これは仏太と同時代の諸思想の中でも特に主だったものを指している。日本の仏教において見られた政党、異端的な対立としては、例えば浄土真宗における異安心の排斥、相当宗内粉など、全宗の中での流派間での政党、異端の対立、日元宗の中での対立などがあった。 保障の節でも説明したように、従者は、儒教以外の思想、つまり老、章、用、墨などを指して、異端と呼んでいた。論語に次のような表現がある。小曰く、異端を、コウムルは、ここで、害の身と読め、自分の考えと異なった考えを責めているようでは、かえって自分を害することになる、という意味ともされるが、具体的な意味は不明ともされる。 この一文の解釈は注釈者によって相違があり、一つではなく、趣旨は論語注釈の中で、正当から外れたものを学ぶことは、外にしかならないと解釈したという。だが、上記の表現は、孟子、純子にも見えず、五感頃までこれは注意を引かなかったらしいという。儒教に対して、仏教や、老、小、道教を一端として特定しつつ排斥するような、 主張が一体誰に始まるのか不詳だという。ただ、関与の進学会には異端を拒絶し沸騰を退けるとの表現はある。学問の世界でも正当、異端と同様の区別や論争は存在している。自然哲学においては17世紀の段階では、ほぼ全員の人々は物というのは直接にぶつからないと互いに影響し合わないとする考え方で世界を理解し、 それを正当なものとしていた。ニュートンが自然哲学の数学的諸原理において万有引力という新たな考え方を提唱した時には、ライプニッツはその考え方をオカルトという言葉で呼びつつ排斥しようとし、大陸側とイギリス側、ドーバー海峡を挟んで論争となった。その後も数十年間、大陸側の学者たちは、ものは、 直接ぶつからない限り互いに影響しないとする考え方を正当なものとし、離れていても影響するという考え方を異質な考え方として排斥し続けた。西欧では学問、すなわち知の探求は一般的にラテン語等でフィロソフィア、フィロソフィーなどと呼ばれていて大学における各学問の呼称もフィロソフィアであった。学問の世界ではフィロソフィアが正当なものであった。 だがそうしたフィロソフィーの中からある、種の傾向の知識があると考える人たちが増え、そのような知識を探求する人の数の増加も反映し1833年には、ウィリアム・ヒューウェルが、サイエンティスト・サイエンティストという語を語し、自分たちをそう呼ぶことが提案された。だがそれがすぐに定着したわけではなく、その時代、大学という制度で地位が認められ、社会的にも認められている学者たちは、 サインティアを正当的でない知識とみなしており、サイエンティストたちの社会的な地位は外して低かった。学者たちは他人からサイエンティストと呼ばれることは嫌がり、フィロゾーフ哲学者と呼ばれることの方を好んだと指摘されている。サイエンティストたちは人々から正当性が認められるには長い年月がかかった。このように社会から正当性を認められるのに、 苦労していたサインティアの側からも、すでに1830年代あたりから、数度サインティアという故障で、正当的でないそれを呼び分けるようなことが、行われるようになった。ポジティビズムという、ひたすら自分の五感で、直接的に知覚できることだけを重視しようとする、思想が学問の世界で流星を極めていた19世紀末、当時、科学界で、大御所とされて、一大勢力を誇った、 エルムスト・マッハなどは人間が直接的に知覚できることだけで科学を構築して見ようともくろみ直接的に知覚できないことに関する記述は刑事上学という言葉を用いつつ盛んに排斥しようとしたニュートン力学体系における絶対空間や絶対時間の概念を刑事上学的な要素の残滓と呼んで否定し排斥したマッハらは 明らかに排斥しようとする意図を込めつつ、刑事条学という言葉を用いていた。マッハは、ニュートン力学の力の概念も、得体の知れないものとして排斥し、力の概念抜きで、位置など、直接的に知覚できる要素だけで力学を再構築した。また、原子論も拒絶した。大御所のマッハは、若いボルツマンが採用した原子論や気体分子運動論も排斥し、 学会で執拗に攻撃した。現代でもやはり、ポジティビズム的な考え方を正当だとみなし、それから外れた考え方を排斥したがる人々は、自然科学の分野を中心として多く存在しているが、最近の人々の間では、直接感覚できない事柄のことは、マッハがそれを刑事上学と呼んで排斥しようとしていたように、オカルトと呼ぶようなことが行われている。 科学という概念がようやく広まりつつあった頃、科学者のほとんどはアマチュアサイエンティストであった。また社会的にも優遇されているとは言いがたかった。現代では、科学は国家からお墨付きを得て行政的な機構にも組み込まれている。政府や政府系の組織によって膨大な数の科学者が雇われ生活しており、科学は一大勢力となっている。現代では、 科学者でない一般の人々も含めて多くの人々がサイエンスをしばしば正当、正当性というイメージと重ねつつ受け止めているということは多くの科学哲学者などから指摘されている。こうした社会環境においては科学、疑似科学という一体の概念がその判定の結果が大きな影響を及ぼす概念となっている。何が科学で何が科学でないか ということに関しては、20世紀に様々な論争が行われている。これは、線引き問題と呼ばれている。現代の学会などでは、古参の科学者などが新規な研究や新規な説などを、疑似科学などと呼んで排斥しようとすることがある。現代の科学者にとっては、自分の研究に疑似科学との楽印を押されてしまうと、科学者にとって必須の 公的機関からの研究助成金などを支給してもらえなくなり、科学者生命を絶たれることを意味し、やがて職や収入も失い、その意味でも死活問題となる。現代の科学者は、先輩や同僚の科学者たちから、疑似科学、オカルトなどの言葉で一旦との落印を押され、排斥されることを恐れている。ありがとうございます。